ね、低い位置でのサイドバックが内側に入って2つパスコースを作るポジショニングを、サイドバックは低い位置でも開いてた方が相手が広がるだろうって言われたら、どう説明しますか？相手が広がってサイドバックにパスが来たとしても、縦にしかコースがなくなるから、サイドバックはもう死んでるのと一緒だっていう。で、そのセンターバックが前に運べるんだったら、開いてあげるのも全然いいと思います。まあ、バルサとかそういうサッカーしてるしね。そうそう。ただ、運んでる間に相手は詰めてくるじゃん。って時にサイドバックが開きすぎてると縦しかなくなるから、そう。運ばせつつ、外と内両方取れるところに立ち位置を取ってなきゃいけない。